います。早めですね。一年中お疲れんこ。あ、ありがとうございます。嬉しい。脇の前髪が、ああ、でも今日、あ、そうですね、割と。はい。まりちゃんは、たくさん寝ますね。よ、年を取ってからより寝れますね。ブーさんには可愛かったよ。あ、メールの、ありがとうございます。嬉しい、喜んでいただけて。あの衣装はパッション保有さんの、はい、素材撮影で着させていただいた時のオフショットなんですけど、なんかモコモコの毛布のうさぎさんのか耳うさ耳がついたなんかパジャマみたいなのを着させてもらえたんですけど、めっちゃあったかかった。可愛い、可愛い、見て幸せです。嬉しい、ありがとうございます。今日持ってるの、なんかたまに変な色になりますね。パンちゃん パンちゃん、おねむでございます。うさぎあげちゃいました。あ、よかった、嬉しい。結構そうなんですよ、生写真撮影とか撮影の時はできるだけオフショットたくさん撮って 貯めてるので、まだそうなんですよ、アップでさせていただけれない生写真のオフショットもあるんですけど、 OK な、ね、公開 OK していいってなったらまた送らせていただきます。すごい、わ、すごい、なんかバレンタイン ありがとうございます。少しバレンタインですね。うん、星様とかも、はい、他のものもありがとうございます。美味しそう、いっぱい売っていました。美味しそう。 あ すごい、いやあ、降ってきた。 面白いですね、なんかスノーさんのあのアプリの機能みたいな こういうのがそうあるんですよ。 755さんは、あ、そう、755さんはでもあれなんですよ、ほぼショールームさんの はい、連絡ぐらい、お知らせぐらいになってしまって申し訳ないんですけど、はい、あ すごい、チョコ、好きですね、チョコ好きです、クッキーとかも好きです。 すごい、こっちもう止めれないか、ギリ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 チョコ？ すごいですね。 ありがとうございます。本当ですね、755さんのホワイト返しはやったことがないですね。ごめんなさい、なんかアメゴロさんの、そうですね、コメントの返しっていうのかな、はい、続けさせてもらってるんですけど、でもさ、インスタさんのストーリーズとかの方もちょっとだいぶできてなかったりするので、ちょっと舞台稽古とか落ち着いたらそういうのもさせていただきたいなと思っております。チョコ買いに、あ、エゴ さんと美月さんの 入れてくれますかね。私も好きです、チョコ、でもチョコ好きな人結構いそうですけど、どうでしょうかね。ナ メちゃん、あ、ともちゃんから誕生日でもらったあめちゃんを食べました。アメブロさんですよね、アメブロさん見てくださってありがとうございます。嬉しい。あ、今日は嫌なことがあり落ち込んでいたので、愛人が特に待ち遠しかったです。ありがとうございます、待っててくださって嬉しい。少しでも
元気パワーを皆さんに送らせていただけるように、うん、ここにあるに大きいハート癒されましたっていう間、あ、嬉しい。じゃあまたあのサニャン、横尾サニャンみたいなメールも送らせていただきます。カニ味噌は、あ、メールで送らせていただいた、あのこの前、そうなんですよ、セコガニっていうカニさんをそういただいたんですなんか 2ヶ月間ぐらいしか食べれない期間限定の、すごい、はい、あの貴重なカニさんだみたいなんですけど、とても美味しかったです。カニ味噌がもうおおってなりました。そう、もっと欲しいなと思いましたはい、結構の調子は、そうですね、なんか自分の中では結構練習はできなんかなんそうなんですよ、できてるんですけど、そう、なんか他の共演者の方と一緒に合わせてやる回数が少ないので、それはすごく不安ですがそうですね、やっぱタイミングがあったりするので、そうなんですよ、なかなかこうタイミングつかむのとか、やっぱ何回も合わせてこうつかめたりするので、そういうところが特に不安なんですけど、もう稽古の映像の動画見たりして、めっちゃそういうの練習しなきゃな、そう練習しようと思ってますね。そうなんですよ、難しいですね。パワー来た、あ、やったー嬉しいです。パワーパワープクプクになりました。おー、元気いっぱいですかあ、そこがまたゴキシーさんのメンバーが、あ、いらっしゃったんですね。うん、セイコガニ、あ、セイコガニと思いました。ハートも、ハートも、え、すごい、やばい、すごい、こんなに食べたら、いや、太っちゃいます太っちゃいます。バニーちゃんと分けたいけど、バニーちゃん食べてくれそうにないですね福井でセイコガニ食べたよ。おー、すごい、なんかでも身もすごいなんか味がしっかりついてて美味しかったです、うん、なんかそのこういったなんて言うんですか、そういう殻から出汁とか取れるんですけど、なんかそういうので出汁を取って、なんかお吸い物もそう次の日作ってくれたりして美味しかったで、ほんのりカニの味がしましたはい、カニ食べるからカニして、ダジャレですかダジャレですか、兵庫県北部のタイザガニも期間限定、やっぱそういうその時しか取れないものとかねあるんですね高級ですね、一人焼肉、あー贅沢ですね。でも一人焼肉やったことないですね、どんな感じなんだろう愛情はカロリーゼロです。おお、皆さんの愛の、そうですね、カロリーゼロでいっぱい食べれますカニカマ、あ、でもカニカマも美味しいですよね、カニカマも好きですよ。なんかセブンイレブンさんのカニカマを食べたりしてました。なんかホテルで舞台とか、なんか、あ、舞台とか、なんかホテル生活するときとかカニカマを買ったりしましたはい、うーん、スーパーじゃ売ってます、あ、なんかそう、なんか取り寄せたのかな、なんかうん、みたいでした。でもそう、ありがたいですね。あ、なんか
落としたバニーちゃんの尻尾の音がしました。カニカマの天ぷら、食べたことないです。んー、あー。油断してないですね。 いっぱい愛がいっぱいだ、嬉しい。 ありがとうございます。髪の毛つや、嬉しい。あ、バリーちゃんが、おはよう。ワインちゃんも食べたいの？チョコ。チョコ食べたいの？チョコ食べたいの？かわいい。トロンとしてます。ワインちゃん。おはようって、ワニ、おはようって、皆さんやってくださってますよ。おはようって。ちょっと目が開いてきましたね。かわいい、かわいいって、天使、天使だって、天使だよバニー、よかったねー。甘えん坊なバニー、甘えてます、寝ぼけながら甘えてます。いい顔してるねって、いい顔してるね。こうやっていつも甘えてくるとき鼻でこうしてくるんですよね。こうして。かわいいってない、かわいいって、かわいいって、甘えて、かわいい、かわいい、かわいいですね。ちょっとでも大丈夫？あ、疲れちゃったみたいです。そう、大きい音とかに怖がるんですよ。あおーんって寝ちゃいましたね、バニーちゃん。またびくびっくりしてました。そう、バニーちゃん怖がりだから。大きい音とかするとびっくりするんです。見てますか？かわいい、すごいね、かわいいね、かわいい、かわいいね。ずっと甘えてくれる。見合った気がする。カメラ目線ちょうだい、カメラ見て、あ、見てる見てる、見てますよ。見てますよ。テンション上がること？バニーちゃん、可愛い瞳に見つめられるとテンション上がりますね。で、何かあげたくなっちゃうので、そうなんですよ。めっちゃ甘えてきますよ。どうしよう。どうしよう。鹿のお肉は残ってて、めっちゃ可愛いですね。可愛すぎますね。可愛い。どうしたの。見られたって。人気者ですぞ。人気者ですよ。おすましバニーちゃんですかね。かわいい。はい。あ、もう15分経っちゃった。バニーちゃん、カニは食べないですかね。で、あげたら多分食べると思うんですけど、多分食べちゃダメですね。ずっと甘えてましたよ。ずっと手を離せない。あと、そうなんですよ、2月15日はバレンタインの次の日になっちゃうんですけど、
平均さん、SK48 の平均さんの方で、の方で2月15日の20時からですね、配信が、放送があります。はい、そうなんですよ。チョコの奴隷を披露させていただいてたり、本編の方にも出させていただいてますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、愛を、そうです、バレンタインの ね、皆さんに本命のこうチョコをお渡しさせていただいて、気持ちで撮らせていただいたので、ぜひ見てください。眠りに入っちゃいました、バリちゃん。うん、あ、すごい、早速。チェックもありがとうございます。ね、嬉しいですよね、チョコの台。そうなんで、しかもオリジナル、オリメンっていうんですか、そう、オリジナル衣装着させていただけています。そう、初めてだと思います。それもすごい嬉しいので、じゃあ、オリジナル衣装着て衣装パフォーマンスするの初めてなので、はい、そこもぜひ見ていただきたいです。はい、あと、そうなんですよ、最近劇団一劇屋さんの方でも舞台ブラックスミスのなんか人物紹登場人物かな登場人物紹介のなんか映像みたいな、新しい映像もちょっと前に公開していただけたので、もしよかったらそちらを見てみてください。衣装ですか？衣装はあかりさんでした。須田あかりさんのピンクの衣装で、はい、嬉しかったです。そう、あかりさんっていうのも嬉しかったです。 はい、では、そろそろオートタイムさせていただきたいと思います。では、イヤホンさせていただきます。ありがとうございます。嬉しい、刺さりました。じゃあ寝ちゃいましたね。今日はそうですね、結構歌ったことがある曲なんですけど、リクエストいただけたので、でも久しぶりは久しぶりですね、久しぶりにあの曲を歌わせていただきたいと思います。どうやってと、こうやって持って、こうやって抱えて、こうしたらいい、こうしたらいいですかね。ほ、白飛び、そう、白飛びもしちゃうんですよ。難しい。では、難しい。難しい。音量上げさせていただきます。カチカチって音がうるさいかもしれないので、よかったら音量下げていただけると嬉しいです。では、上げたいと思います。うん、上がっておりました。どうやってしよう、どうやって、どうしよう。あ、でもこう持ってたらいけますかね。 カチカチはすいません。はい、あ、こう持ってたら手でいけるかな。はい、なんとかいけそう。では、いきたいと思います。いきまーす。ちょっと下手くそだったらごめんなさい。頑張ります。聞いてください。どうぞー。
ちょっと待ってください。ちょっと失敗しました。 入りが、もう一回やっていいですか？ あ、ちょっと、あーってなって、ちょっとこれは、ちょっとやり直したい。 あー、本当に申し訳ないです。ちょっと、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。申し訳ないです。すいません。消えちゃいましたよね。切れましたよね。消えちゃいました。ごめんなさい。入れ直そうと思ったら消えちゃいました。ごめんなさい。すいません。戻ってきましたかね。どうだろう。ごめんなさい。本当に申し訳ないです。今日ハプニング。すいません。戻ってきましたかね。申し訳ないですが、もう一回出してください。すいません。リベンジ。OK ですかね。すいませんが、もう一回通していただきます。で、次こそ、ちょっと次こそ。はい、よろしくお願いします。止めて、どんなに頑張ってみても溢れてしまうわ涙。ストピーストピーストピー。強がり時計を止めて、平気なふりをしていても欺けないのよ自分。ストピーストピーストピー。夕暮れ街角のバス停で、締めて欲しかった。意地悪な粉雪降り始めて、傘とか持ってなくて、このまま悲しみに埋もれそう。わがままな粉雪空を舞って、心に積もるように、そんな一人きりに街ぼけをしたって構わないわ、そう思ったのに。痛くそう。ごめんなさい、声が。弱虫時計を止めて、あんなに決心しても崩れてしまうわ気持ち。 Love you, love you, love you。 弱虫時計を止めて、つま先背伸びをしても大人になれない私。 Love you, love you, love you。 人混み何回も振り向いて、あなたが追いついてくれそうで、絶え間なく粉雪前を塞ぎ、歩道を歩きながら、いつしか思い出に凍えそう。降り止まぬ粉雪、夜の空を斜めに見上げてから、もう頬が濡れてきた。出した時間に悔いないけど、なぜ泣けるのだろう。
降り始めて傘とか持ってなくてこのまま悲しみに埋れそう。わがままなこの雪空を舞って心に積もるように今一人きりになる。待ちぼうけをしたって構わないわ、そう思ったのに。ありがとうございました。つがりだけでした。ございます。あ、今日はやばかったですごめんなさい、ちょっとはい、声の調子も最初はちょっと入りが失敗してしまって申し訳ないです。久しぶりにそうリクエストをいただいて、アイス公演が先ほどなかなか出していただけてないので歌いたいなと思って歌わせていただきましたがまあ歌詞とかいいですよね、すごい強スキビ、うん、嬉しい、ありがとうございます。踊りたくなりましたねアイス公演出たくなりました。こちらの重低音、重低音って言うんですか、重低音、こんばんは、うん、ありがとうございます。口寿司のチョコレートです。あったと思います、ちょっと見てみます。でも多分ね、いや、そう、歌ったことないので練習してみてはい、ダンスメドレーは作れますか。ダンスメドレーはそうですね、ダンスメドレーは確かにちょっと、うん、結構死にそうになっちゃいますそうなんです、なんか息するタイミングがいつもなんかそうなんか気づいたらあんまり息してなくて、それがダメなんですけどそうなんですよ、だからいつも結構やばいですね。あ、コイジュールドも違う、嬉しい、そうですね、ありがとうございます、教えていただき、そうですね、コイジュールドもぜひじゃあ今度出していただきます。評価していただいたキスは、あ、入ったと思いますね、それは、はい、うん、解除された劇場申し込みます、あー嬉しい、ありがとうございます。はい、では1613人の方もありがとうございます。今から発動させていただきます。今日はあ、今日は、うん、じゃあ普通バージョンの何したいと思いますラップ、そう、ラップ歌わりじゃないんですけど絶対難しいですよねはい、で英語の歌詞も結構苦戦したんですけどラップ難しそうですね歌えるかなそうなんです、いつもそこは歌ってないもんね、うん、夢の中で動いております。はい、では発音させていただきまーす。横ラップいきますね。横にゃーん、横にゃーん、横にゃーん、ビーム、わーからのーミンクからのワンちゃんポーズワンちゃん、合ってますか、ワンワン
できてるかわかんないです。はい。今のコースいただけたのでやろうと思いました。ちょっとできてるかなわかんないですね。ご視聴ありがとうございます。嬉しい。アンちゃんポーズもありがとうございます。パンマンはい、まさか一番嬉しい、あ、一番好きなウィンク、あ、やったー、ありがとうございます。はい、1735人の方も嬉しいです。はい、じゃあ今日はちょっとここまでにさせていただきたいと思うんですけれども、今からはそうですね、明日は稽古なんで練習も引き続き頑張りたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。また明日もお待ちしておりますたくさんチョコもハートチョコもありがとうございました美味しかったです。皆さんチョコと皆さんのねコメントとかいろいろな愛で、はい、この後も頑張りたいと思います。明日もお待ちしております。よかったら見に来てくださいね。チョコー。